中年オタッキーです。まあ梅雨真っ只中ということで雨音が入っていると思いますが、撮影スタジオが基本的にトラックの中のオタッキーの場合、こういう音はどうしても入ってしまいます。申し訳ありません。そんなわけで、今日始めていきますが、今日はこのカメラで撮影してきました。はい、キャノンニュー F1 ですね。キャノンニュー F1 にたまたまジャンクで入手した、1000円で入手したんですね。ニュー FD35105 F3.5 から4.5 っていうね、まあ普及ズームレンズなんですけども、比較的人気が高いと。まあついてるフードは実はテフロン製なんですけどねまあそれはどうでもいいですけどまあこれで撮ってきたね、写真をね紹介しながら、動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するね、このキャノンニュー F1 の紹介はもういいかなと思いますが、このレンズ35105 F3.5 から 4.5 っていうね、このレンズね比較的人気が高いんですよね。いつもオタッキーがね3570、3570って言ってますけど、3570はぶっちゃけね500円とか1000円でね結構ジャンクコーナーに並んでることが多いんですが、このレンズはね5、6000円で取引されることが多いようです。3570がね5、6000円で落札されることはほぼないと思うんですけど、このレンズなぜか人気あります。多分見た目だと思うんですね。もうこのぐらいのカメラにねつけると結構かっこいいかな、まあ、大きさ的にちょっと大きいんでね、格好はいいみたいですよね。それで人気があるのかもしれません。写りはどうかわかりませんが、で、どんなレンズ、どのようなものだったのか、キャノンミュージアムにちゃんと残ってました。ズームレンズニュー FD35105 F3.5 になってますね。オタッキーは 3.5 から 4.5 と思ってましたが、これ 3.5 投資なのか、 3.5 投資みたいですね。発売年月は1981年、4月、発売当時の価格が59,000円、定価ですね。レンズ構成は13群15枚ということで、絞りバネは5枚ということで、まあ普及レンズとしては普通のスペックかなと思います。最小絞りは22、最短撮影距離は 1.5m という、ここがネックになってきますが、まあ最大倍率が 0.079 倍、フィルター距離は 72mm ということで、この辺がね見た目がいいというところでしょうか。質量は 600g ということになってます。大変失礼しました。どうやら F3.5 投資のようです。まあこの辺が人気の理由なのかなということになりますね。重量はね 600g ということで比較的ずっしりしています。で、回転式のねズームレンズですね。この当時のレンズって直進式が多いという印象なんですけど、これは回転式で、この辺も人気の理由の一つかもしれません。まあ最短撮影距離が 1.5m ということで、ね、せっかく 35mm あっても、ね、近接撮影ができないのは残念なところですね。で、どんな写りなのか今回試写してきたんですけども、最近ねマリックス400をよく使ってます。マリックス400で、以前はね現像液 MX23 ね、マリックスさんの MX23、 まあコダック D23 のコピーになりますが、これで現像することが多かったんですが、今回はね MX19 を使ってみました。マリックスさんからこれも発売されておるんですけどもね、この現像液を使うとマリックス400が、現像時間7分で400に到達するということでね、20度、液温20度、ストック現像の場合で、7分で現像すると400に到達するということでね、使っていました。で、かなりハイコントラスト、硬い調子で出るということなんですが、結果はすごーく意外なものになりました。ここから作例を、紹介していきますが、まあ作例としてはね、レンズの解像度と、あと現像の調子、この辺をね中心に見ていただければと思います。特にね現像の調子はね、快調、硬いか柔らかいか、あと流浄感ですね、この辺を、かなりねマリックス400がね面白いフィルムに変身していく現像液のような気がしますよ。それでは、ここからは作例になってまいります。はい、いきなり逆光ですがね、作例になってまいります。まあ見ていただければわかりますが、感度はバッチリ出ています。で、好調に仕上がるということですが、かなり
キャンしたら難聴に仕上がってます。この辺の話はまあ後からしますね。流浄感はね、まあ旧入材の400のフィールということでそこそこ出ていますが、まあ合格点ではないでしょうか。で、改造感、レンズの改造感なんですけどね、これテレタンでほとんど撮ってるんですけど、まあまあ使えるかなぐらいの改造感でしょうか。このぐらいね、テレタンでこのぐらい出りゃまあいいかなと思いますね。しっかり改造してますね。まあこのレンズね、ちょっと先ほど間違って 3.5、4.5 って言いましたけど、3.5 投資で、この改造感で3510だったら、まあ人気もうなずけるなと思います。十分使える写りですよね。で、ここからはね、現像の調子ですけど、見た感じね、このシャドウ部分もしっかりね、ディテールが出てるんですね。これむしろ現像時間が長すぎ、ちょっと長すぎたがぐらいの、ちょっと感度400より超えてる感じで、調子が出てますね。でね、テレタンばっかり撮ってるんですけどもね、ワイドタンで撮るとこの解像感、やっぱワイドタンかなり改造してますね。ワイドタン35から70ぐらいで撮ると美味しいレンズなのかもしれません。まあテレタンが多かったんですけど、屋内で撮るとこんな感じで、屋内でも400の感度しっかり出ておりますが、まあ流浄感もしっかり出ていますね。今回はね、通常20度7分で現像する現像液、MX19、 またおそらくはね D19 のコピーなんでしょうけど、なんですが、液温が24度ありましたので、現像時間5分15秒ぐらいで現像してます。現像液の、ね、温度が、ね、上がりやすい季節になってますので、まあ参考までにということになりますね。マリックスの、ね、フィルムおよび、現像液はこの動画の説明欄からの、ね、リンクでも、ね、購入することができますし、ヨドバシ .com とかでも購入できると思いますので、まあ、その辺を、ね、検索していただければと思います。まあ、マリックスフィルムって直接検索してね、検索してももちろん行き当たりますが、この説明欄のリンクと同じものになります。まあ、そんなわけでね、今日は、このキヤノン F1、 ニュー F1 ね、まあ露出はね全部体感露出です。露出系はほとんど、使っておりませんので、まあいつもの体感露出なんですけどもね、マリックス400がね普通のフィルムになりました。マリックス400プラス、まあフォーマ400ですよね、フォーマ400プラス MX19 の組み合わせ、かなり好きという方多いと思います。ちょっと難聴に出る感じ、もうちょっと絞ってもまあ良かったかなっていう感じもしますね。ぜひこの組み合わせで使っていただければと思います。特にマリックス400は長巻きで販売して、しかも結構安価です。安価な長巻き400ということを考えたら、かなり利用価値があるフィルムになるのではないかなと思います。400として使えるのはね、コダックのね、WX をね増感現像して400に使うという手もあります。まあ、WX はね、400に現像増感現像して使った場合、トライ X とほぼ同じ似たような味に、映るんで、かなり使い手があるんですけども、価格がね若干高めということになります。マリックス400だと1本あたり550円ぐらいで作れるんじゃないかな。しかも100フィートで売ってます。WX は400フィートで売ってるんで、まあ、切り分けるのが恐ろしいというねパターンもあります。まあ、WX の場合ね、オタッキーにね注文すれば1本970円で販売していますので、そちらを利用する手もなくはないんですが、究極に安く仕上げようと思ったら400フィートでね自分で切り分けるという形になるんですけども、まあ、事故が結構起きるので、こう切り分けるっていうのに事故が起きたりしますので、その事故の可能性もなくて普通に使えるマリックス400、MX19 で現像するのはいいんじゃないかなと思いました。 MX23 の調子もねそこそこ良かったんですが、オタッキー的には MX19 の方が好きかもしれないです。はい、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じになります。モノクロ写真安価にどんどん楽しんでいきましょう。はい、ここからはねいつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、たくさん投稿来ております。本当にありがとうございます。動画の間隔がちょっと長くなってますので、紹介を待たせてしまうパターンになってます。申し訳ありません。で、今日のトップバッターたかしさんですね。中年おたきさん、視聴者の皆様こんばんは。今回は先日リペアサービス諏訪さんからカメラレンズの修理が終わったとのことで引き取りに伺いながら写真を撮ってきたので、首写真で投稿します。
本当は修理が終わったカメラの写真を投稿といきたいところですが、一気に36枚撮り切るほどの勇気もなく、撮り切る気満々にで持っていった二眼レフでの撮影になります。カメラローライフレックス、レンズプラナ 75mmF3.5 フィルム、富士ネオパンアクロス100、2002年10月期限切れ熟成ということですね。現像はマリックス D76 現役、ストック現像ですね。現像9回目ということで、かなり現像液使ってますね。21度8分45秒。スキャナーはエプソン GTX980、3200dpi でやったのですが、携帯が画像を受け付けず、画像データ軽量化されています。ありありですね。タイトルは松本城。写真はベタな場所しか撮ってませんが、別名カラス城ということでモノクロにこだわってみました。お仕事 お忙しいですが、お体運転に注意して頑張ってください。それではよろしくお願いします、ということで、まあ、作品なんですけどもね、さすがですね、あの現像機9回目ということですが、このフォーマット、6x6 のフォーマットではね、何の影響も見えないですね。しっかり松本城が映っています。まあ、ネオパンアクロスということで比較的調子は柔らかめ、D76 ストック現像でもね、かなり柔らかい調子で映っていまして、ここがアクロスの味っていうところですかね。もちろん超微粒子の、フィルムになります。ただね、解像感はもう一つですね。解像感がもう一つなんだな。プラナー 75mm ということなので、もしかしたらピントの精度が狂ってる可能性がなくもないかな。二眼レフってそんなことってあるのかな。二眼レフはね、おたきそこまで使い込んでないので、ちょっとアトピン、まあ難しいとこですね。無限遠をしっかり見てみてはいかがでしょう。ちょっとわかんないです。解像感がちょっと出てないのはちょっとわかんないとこですが、ブローニー版 6x6 だったらもっとパキパキに出そうな気もします。はい、高橋さん投稿ありがとうございます。次はね、ダグの嫁さんから投稿ですね。これが面白いんですね。夫のツイッターアカウントをハックして組写真を保護させていただきます。ペンネームはダグの嫁でお願いします。タイトルは撮るぞ撮るぞでお願いします。カメラは D200 に、18200か FM10 に3570です。映っているのはダグです。内緒です。内緒ですって、このチャンネルで出したらすぐバレるじゃん。よろしくお願いします。でね、作品なんですけどもね、ちょっと、当チャンネルはね、3枚組写真投稿までなんですが、面白い、せっかく面白いのでね、4枚送っていただいてるんで、4枚ともちょっと短縮でお送りします。で、これね、素晴らしい場所で撮ってますね。三脚にニコン F ですか ?F2 か。乗ってまして、その横でこれはデジタルで撮ってるんでしょうか。これかなり気合い入れて撮ってる様子がよくわかりますね。カメラバッグにさらにカメラをぶら下げて、さらにカメラで撮ってる気合いが入ってますね。でこちらどっちがフィルムかわかんないんですけど、同じ、感じの写真を2枚撮ってますが、これこのポーズといいね、あのかなり気合い入れて撮ってるのがよくわかります。楽しくね、夫婦 で撮影されているということで、ちょっと羨ましいなと思いました。おたっきはね、嫁とね、趣味が重なるのはね、スノーボードぐらいなんでね。で最近スノーボードあんまり行きたがらない嫁なので、同じ趣味のことが全然できておりませんので、非常に羨ましいと思いました。はい、ダグの嫁さん投稿ありがとうございます。次は井上ひじりさんの投稿ですね。投稿写真のコーナーがまたも霧のいいところで終わってしまったそうで、前回から連投になるので遠慮しようかと思いましたが、ある事情によりなるべく早く投稿しないと鮮度がゼロになって意図が伝わらない写真なので、特別に間を空けずに投稿させていただきました。コンビニにお酒を買いにフラフラ行ったついでの一枚です。やはり本当は、時勢柄ローソンのバッグに富士山がないと閉まらないですよね。おいおいということなんで、タイトルは富士山の映らないローソンということで、これね、あの最近流行ってたやつですよね。で作品なんですけどね、これ夜なんですよね。夜なので富士山は全く映らないのですが、例の富士山が見えるローソンなんですかこれ。なんかあまりにも観光客がいっぱい来すぎて富士山が映られないようになんか邪魔を作ったっていう、噂のやつでしょうけど、これその邪魔すら映ってないんですね。
まあこの時間に行ったらそら富士山は見えんだろうなということですが、話題の場所でね撮影していただき本当にありがとうございます。井上さん、ひじさん、ありがとうございます。次は誠さんの投稿ですね。こんばんは、誠です。いつも仕事動画作成をお疲れ様です。先日新たにカメラを入手したのでテスト撮影をしてきました。そのうち2枚を投稿させてもらいます。タイトルは初夏のローカル線でお願いします。カメラは地元のオフハウスで入手したニコン F3 ハイアイポイント、モルト張り替え済みの感動品で3万3000円で購入しました。多少使用感はありますがこれは買い得でした。3枚目にカメラの写真を投稿させてもらいます。レンズはカメラの名にはオンラインショップで3600円で購入した AI ズームニッコール3570F3.5 から 4.8S、4.5 じゃないかな、FE10 や、FM10 のキットレンズで当時は単品売りはされてないらしく腰なせ OEM とのこと。フィルムはコダックウルトラマックス400を使用。現像とデータ化はカメラの北村でお願いしましたが、ほぼ全てモヤがかかったような仕上がりになったので、フォトショップで自動レベル調整を行っています。これから暑くなっていきますが、お体には十分お気をつけくださいっていうことですね。でね、作品なんですけども、非常にスッキリとした青空の下で撮られています。発色も良好で、素晴らしい色合いになってますね。初夏のローカル線ということでね、この2枚組写真が非常にね、雰囲気出ております。ちょっとね、赤ちゃけたね、色石がいい味を出してますね。で、カメラの画像になってまいりますが、ハイアイポイントの F3。3万3000円はね、お買い得だったのではないかと。お店でこの値段で買うならお買い得だったと思うんですが、で、ここでね、ちょっと1枚、修正前のね、画像を見ていて、いきますが、全てもやがかかっていたということなんですけども、これ露出アンダーですよね。明らかに露出がアンダーになってます。どのモードで撮ったのかな。もしかしたら絞り優先モードで撮ったのであれば露出系がずれてるかなと思いました。ちょっとわからないですけどね、全てマニュアルで外部露出計とか、デジタルカメラの露出計を利用して全てマニュアルで撮ってみるとか、露出の出目を確認した方がいいかもしれません。もしオートで撮られ、この1枚目ね、全部オートで撮られてて全部この調子で上がっているのであれば露出計が怪しいかなと思いました。誠さん投稿ありがとうございます。次はプリンさんの投稿ですね。プリンです。作品投稿します。タイトルは、ロモクロームカラー92って好みなんですですね。今回アジサイを撮りたい欲求とフィルムの良さを説明する投稿です。カメラはオリンパス 35DC、 フィルムはロモクロームカラー 92 ISO400 設定。先日休みを利用して、愛知県蒲郡市の、片原温泉アジサイの里へアジサイ撮りに行きました。現在アジサイの里はちょうど見頃のため、数多くの品種と広大なお花畑が映えスポットとして広まり、多くの観光客がカメラやスマホを利用してスナップを楽しんでいますが、フィルムカメラを利用しているのは私一人だけの気がします。ロモクロームカラー92は去年発売されたロモグラフィーの新フィルム商品です。はじめは完全にジャケットの写真が良すぎてジャケ買いしたフィルムでしたが、鮮明な発色ではなくちょっとくすんだ色再現がとてもエモく、お花を今回はアジサイを撮ると幻想的で魅力あるフィルムと感じています。オタッキーさんや視聴者さんたちはかなり専門家が多いためフィルムおすすめはできませんが、個人的にツボにはまったフィルムの紹介とさせていただきます。おすすめポイントは、ジャケットがいい、値段がいい、写りのエモさということですね。で、作品なんですけどね、ロモクロームのね、カラーフィルム、これ400設定で撮られてるっていうんですけども、おそらくはね100から400で撮影することを推奨されているフィルムだと思います。で、かなりね、エモいです。かなりエモい。これね、露出アンダーで映ってるんですよ。ロモクロームメトロポリス東京とかもそうですけど、アンダーで撮った方がエモい色になるという特性ですね。これ本当にエモいと思います。アンダー、400でね、設定して、人工光とかで撮っても面白いんでしょうけど、これはこれでいいですね。光はね、そこそこある感じなんでね、面白い写りになってますね。まあ、ジャケット買いということですけど、まあ、その辺もね、まあ、わかるなっていう。ジャケットがかっこいいから買っちゃった、みたいな。で、ついでに撮ったらいい写りみたいな感じですけど、値段いくらだったんでしょうね。できればいくらで買ったかもね、教えていただければ嬉しかったかなと思いますね。はい、プリンさん投稿ありがとうございます。そんなわけでね、今日のね、作品投稿のことはここまでなんですけどね、タイトル画面非常に迷っております。
タイトル画面非常に迷っておりますがね、ちょっと夏の景色も感じられるということでね、誠さんの1枚目いきましょうか。見上げたね、遮断機なんですけどね、この遮断機のやれ具合と青空の調子が非常にいいと思いました。カメラの調子はね、ちょっと、しっかり見ていただければと思いますね、誠さん。そんなわけでね、作品特攻のコーナーはここまで。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはちょっとアトピンさんの投稿になりますね。おたきさん、お疲れ様です。久しぶりに俺のカメラのコーナーに3枚投稿させていただきます。キャノンダイヤル35になります。このカメラ、デザインがおしゃれなのでずっと欲しくて探していたんですが、ヤフオクで状態の良い感動品が出ていたので購入しました。たまたま同じ時期に、母が保管していたダイヤル電話が出てきたのでコラボさせて写真を撮ってみました。カメラ OM4TI、 レンズは随行オートマクロ 50mm F2 にストロボ仕様、フィルムはファントム8です。2枚目と3枚目はサフレです。モノクロはフォーマパン100、カラーはコダックゴールド200ですということですね。で、これなんですけどね、これはもうタイトル画面行きましょうか。またまたタイトル画面が変わってしまいましたが、ダイヤル35とダイヤル電話ということで、非常にね、このファントム8のね、超ハイコントラストの写真も相まって、非常にいい写真になっております。で、作例なんですけどもね、モノクロがホマ100、カラーがコダックゴールドということなんですけどもね、ハーフでこんだけ写ったらまあまあいいかなーっていう感じですね。特にカラーの方はね、発色がよく出ております。おたっきもね、ダイヤル35じゃなくてね、ダイヤルラピッドっていうのを持ってますが、壊れてます。残念ながら壊れてるんですね。まあラピッドの方が希少価値高いんでしょうけどね、まあラピッドフィルムが存在しないんでもともと写真撮れないんですけどまあダイヤル35ね、非常に、マニアの間で、まあ、コレクターズアイテムになっているっていうこともあってね、高価になっています。まあ見た目がね、ダイヤル電話みたいな感じでダイヤル35なんですけども、これはただの、セレンの最高窓であってダイヤルできるわけではありません。はい、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ちょっとね、梅雨本番になってね、バタバタと雨音がうるさい動画になってしまいました。申し訳ありません。でね、写真を撮りあぐねています。こんな状態なのでね、写真を撮りあぐねていますが、来週の動画はどうなるかな。もしかしたらね、うんちくの動画になるかもしれませんが、まあそこはご了承くださいということになりますね。はい、いつも申し上げておりますが、チャンネル登録高評価ドドーンと今ねテロップ出ていると思いますが、どしどしお願いします。高評価は特にね、もうポチッと押すだけなんでね、ポチッとお願いします。チャンネル登録の方はね、いつもね楽しいライブもやっております。週1でね楽しいライブやっておりますので、ぜひぜひ通知をオンでお願いします。チャンネル登録7000名をね突破してどんどんね増えていっております。8000名目指して頑張っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけで今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。皆様、雨に濡れて風邪などひかないようにということでね、でごきげんよう、さよなら。